じゃあ囲碁のゲームをやっていきます。まずレベルの設定なんですけど、一番下ですね。ちなみに人対人じゃなくて人対コンピューターです。コンピューターでするんですけど、コンピューターのレベルね、15級。まあ15級が一番下の中の15級ですね。15、14、13って言って、まあ2段が一番上なんですけど、まあ一番下でやってます。実力的に。で、まあ、5番はちっちゃいやつ。9。9ロジ。大きい石が4です。本当はね、これ5まで選べるから、5にしたいところなんですけど、5にするとね、このゲームのコンピューターがね、最初からもうパス、パス、パスってなっちゃって、パスばっかりで、もう全然ゲームにならないんで、4にしてます。4にするとね、勝ったり負けたり、勝つの2割、負けるの8割くらいなんですけど、でも、まあ勝つこともたまにあります。今日はそのね、目指してやっていきたいと思います。はい、じゃあ対局開始。定石とか全然わかんないんで、まあね、最近このオセロとの違いに気がついて、上げ浜って言うんですけど、相手の5石を多く取った方が勝ちというゲームではないってことに、まあ気がつきましたね。まあ最初から知っとけって話ですけど、はい。なんで、まあ相手の5石はもう取れたら取った方がいいんですけど、じゃないんだと。こう陣地をね、今これ左下はさ囲んだんだけどさ、そうそう、こんな感じで囲んで、囲んだところが多い方が勝ちなんだよ。あれ白なんか白が優勢になっちゃって負けてるんだけど、で、まあ、相手の碁石は取れれば取るし、こっちは取られたくないんだけど、まあ、それが全てじゃないと。囲んだ土地が広ければいいんだと、最終的に。それっても左下と左上さんも黒でしょ、これ。右をどうするかって話よ。でも右、どうすればいいんだ。ちょっとヒント見ちゃう、ヒント。困った時はヒント見ますね。これね、右上と、いや、左はさ、向こうもあんま何もしてこなかったからさ、普通に囲めたんだけど、右どうしたらいいかね、わかんない。あ、これはまあ当たりだから当たりを防ぐに行くでしょ。当たりっていうのはね、置かれると取られちゃうとね。取られないように。右に行きます。あ、でもこれさ、こう、今コンピューター見逃してくれたけどさ、右上さ、白置かれたらさ、この右上の4つの黒取られてたよね。なんだ、防ぎに行こう。右上これでここ。行った方がいいのか。でも右上死んでるな。なんかね、僕もよくわかんない。地の数の陣地の数え方よくわかんないんだけど、こう地合い計算、地合いで読み方合ってるかな。した時によくわかんないけど、黒が置いてあるんで白くなってる時あるんだよ。そうするとなんか死に石とかなんとかって言って、白の陣地で計算されてるらしいのね。だから右上ちょっと黒は4つ。じゃあ5つか、右上のところあるんだけど、これはね、実質取られちゃってるのもんなんだよね。これ取り戻さないといけないんだよな。こういったら、まあ、いいんだ。こういったら、これで、あれこれ待ったっしょ。こういて、んさっき、んこういったら、んこれね、取られたくないんで、待ったしてるんだけど、これどうすればいいんだ結局取られるのかどうしたって取られる。もうダメだもん、ダメだと。これはどこかな。ここは明らかに。あ、そっか、防ぎに行かないんで、相手の白を取っちゃえば当たり防げるっていう。攻めと防御を一緒にやるやつですね。真ん中を吹けば、あ、そうだな。これは防いであげて、右下の攻防になってるね。ほら、なんか白が多いじゃん。むっちゃ負けてるよ。あれ、間違えた。攻防ヒント見てますか？なんでここなのか全然理解してないですけど。
取られちゃった。でもまあさ、あ、でも右下がさ、ヒントのおかげで、まあ、まだ全然白いんだけど、ちょっと黒増えてきた。まあ、黒が増えたから勝ちってわけじゃないんだけど、陣地なんだから、死んでたら意味がないんだけど、あれ右下から左に行った。ちょっとヒントに従いましょう。両局面攻め。あ、取れちゃった。すみません。これなんか負けじゃない？こっちパスで向こうパスでこれははい30目勝ちってことは、まあ、白が勝ちなんでこっちの負けですね。圧倒的大敗を喫してしまいましたけど、まあ、まあこんなもんです。はい、まあ、これが今の実力ということで、はい、ありがとうございました。バイバイ。